2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの濱岩先生です。現在ゼルトレーダーは FX 統一となっています。今回スペシャリストの濱岩先生のインジケーターを紹介します。新しいインジケーターを紹介します。でこの文字が赤文字はまだ分析は終わってないんでシグナルを送りません。あの FX のねこれは FX の投資用です。バイナリーオプションのインジケーターからですね、また大きくちょっと違ってきます。で一つこれシグナルが決まっておりますのでちょっと出します。勝率 73% で15回シグナルがこの赤と青が出てます。これはね遅れに出てくるシグナルですね。で黄色はね赤と青の四角いのがシグナルの中はシグナルで数字を打つことになっています。で、平均ピップスが 0.3734 ですので1回の利益結構大きいですね。例えばこのフォークスでシグナルが出た場合は、シフトが176回だからこちらですね、こちらはまあちょっと負けちゃったって感じですね。でこちら上はここでまた負けちゃったんでしょうね。でこちらの四角のシグナルはここで勝ってたんですね。で127だからそうでしょうね、ここでしょうね、これがここですね。で通算すると 70% で勝ってるんですね。で平均ピックスが 0.3734 ですね。1回のシグナルからの利益ですね。でこういう時赤が出ますね。でこの枠をちょっと見るんです。時間を置いてね、出るぐらいまでにね。でまたこういう枠は出てきますと、またこの枠で見る必要があります。でまたこの枠の延長まで見てと、出た時この中の枠で見ることになります。ですから下というシグナルはここで打つわけですね。3回出てます。赤出て黄色黄色でですね。でこれがね交わっちゃった時は無効になります。1回目の赤が。でまた2回目にもこれ枠が入って無効になってるわけですね。でこの枠の決め手ですね、ここからシグナルを送るような形なんですね。ここら辺からか、ね、このサイトですね、ここら辺で取引するとここからここまで儲かるわけですね。でその後ね、これ3回目出てからちょっと相手から出てきてます。ここで勝ってまた出てきますけども、これも同じように、ね、ここで決算し、ここでもっとまだここで決算しちゃった方がいいと思うんだけどね、ちょうどいい時にね、ちょっと利益が出たところ、ね、まあ、これだけ稼ぐか、これだけ2個ね、稼ぐか、全部決めておいて2個が。1個はいいと思うんですけどね、全部。あ、2個がいいのかな。で、これまた出てきて3回出てるんですね、これね。4回ぐらい出てるかな。1、2、3、4ね。で、最後の枠からだから、この辺から出てここまで勝つわけだから、2ブロックぐらいね、このマスもね。稼ぐような感じのがいいです。でここでも同じように離れてますから、また別に通していけるわけですね。でここからまた 2枠ぐらい稼げるわけですね。十分余裕だったね。この点はあくまでもそのシフトの176時間後なんですね。シグナルが出たから、これは青の四角と赤の四角のねを計算した、その後から出た違い、あとはダブって出てきてるわけですね。
最初のはいいだけど、だけのこの勝率ですけど、あとにダブってきてね、これは離れてるからこうやって投資していいんです。 2個ぐらい稼げるわけですね。この辺はもうつながっちゃってるからね、ここ投資ダメなんです。次の枠ね、入っちゃってますでしょ。だけどね、枠はここだからここまでしか出ないからね、この時は決算するような形になっちゃうんじゃないかな。ね、この枠ね、半分ぐらいまでに入らなければ枠はね、あれだから繋がんないからね。半分は通したのを残しておいてここでね決算するということもありますね。そういうとこかもしれないですね。でまたここつながり半分までだから、ね、でここで打ってもまたこの間これ出てくるまでにね相当時間かかります。ここまであるとかこの半分が空いちゃってるわけですね。だから別の投資になるね。こういうのがあるんでね、どう打つかですね。1個ずつ1000ぐらいで、1万じゃなくて1000ぐらいずつ打っていくのかな、こういう可能性もあるんですね。で重なったら次だよということですね。そういうので見てるんですけれども、ここで通してね、この上がりまでは利益取れないでしょ。2個は取りたいですからね。だからこう落ちてここになるわけですね。で176だ、ここじゃないんでね、ここなんだよね。だけどね、赤からここに書いてあるように赤から青線ぶつかってるところ、ここですね、決算しなさいよっていうことなんですね。赤青から赤に変わる線、だからここら辺でぶつかほぼぶつかってるんで、ね、大体ねここで利益をしてるわけですね。でこれの決算はこちらでしょ。これちょっと負けてるんです。ちょっとだけね、この長さだからね、負けてるんだけども、これを打つときに2個ぐらいで決算しちゃって、何でもねここで見ないで最後の時はこっちに伸ばすと稼げないといけない。そういう感じで落ちるんじゃないですかね。これは繋がってる、半分以内で繋がってるから繋がってるけど、最後のここでね、たまのは、ね、こことここだから、この上げ下げのここまで持つかということね、資金がね。だから一個で通常は1個で見るんでしょう。で、あと見ないんでしょう。繋がった時だけでしょうね。青でしょ。これまた落っこっちゃってるもんね。で、ここまで見るんですか。1,2,3,4,5,6 だからね。結構難しいですね。ちょっと大変難しいですね。これも赤が出て、これ下だから、ね、もう2個以上だからね、ここから落ちて簡単に2個取れちゃうね。これ簡単に2個以上だからね、これはもう本当にまあこれ繋がってるからここから打つわけですね。で次の人がこうじゃなくてこっちになるんで負けてるんですけどね、こう下ぶつかってるから負けてないんだね。青線でね、これでぶつかってるでしょ。赤からね、分析をとにかく赤、この赤枠、青枠ね、どっちか、その時は176時間後、ね、1時間足だよね、
に決算されてる、ここで決算されてる、ここからここまでが128時間でしょうね、うん、ちょっと分かりにくいで他の行ってきますね、こっち2番目ね。ただこれは来てるからもうダーッとなってここまで打てないわけですね。でここで打って決算はこれは3時間92時間だからこんぐらいな、これでしょうね。でここで打ってここら辺で打ってここで決算プラマイゼロですね。だけどここでぶつかってるからここで計算してるでしょ、うん、この上箱もぶつかるまで待つのかな。ここぶつかった時にはけすね、まあ時間で決算してるから上枠にぶつかった時に決算っていうのをやっとくといいのかな。ね、上枠だからここで投資してね、そしてここで決算ですね。これを打ってまたこうで出てきちゃってるんですね。だけどこれはもう無視してほったらかすしかないで、ここでここで決算ですね。2個枠取れないから待つしかないよね。こんな上がっちゃうわけね。こんなに損益が出るんですよ。こんなにこっからだからね。1,2,3,4,5,6 マスね、6マス損失するわけですよね。6マスったらもう5、6、3万ぐらいになるところ。3万ぐらいから落ちてきて、こうでだから、ね、4万ぐらい稼ぐね。だけどこれあれだから3000ぐらいかな、1マスぐらい。ね。1マスで3000は1、2、3、4、5、6。サブ6、まあ2万円ぐらいでここで3万稼ぐわけですね。こう落ちてきてね、まあ、実はここの枠にぶつかるからここら辺でしょ、ね、この枠出すとかえって難しいかな。この枠を無視してこれだけで投資してもいいかもしれないね。基本はそうだからね、ね、全部ね。一応こう流れた時にね、ね、使えますよということですね。流れの時はここ繋がってるからこうね、ここまで打たないですね。で、ま、すぐ待つというのか、こう出るまで待つわけですからね、この四角が。こうシグナルが出ても。ここ出ても、出るまで待つんだから。こう、こうでしょ。出るまで待つわけですね。これがここだから。この中にいて出るまで待つんですかね。これ。これシグナルが出て、ここで、して、ここで打つわけですよね。ここで出てるわけだから。この上で出てるかな。ここで打つかもしれないね、上だからね、うん、奥すると分かんないからね。こうなるのこうだから、ここで出てんだね。奥って見ないでしょ、通常、ね、角で絞めてみますから、見ないと繋がんなくなるでしょ。
ここですね。この見方ね、結構難しいですね。で、これですね。あ、出てきた、また。また信号が出てきたね、これ。これ、いい信号が出てきた。ね、これ、また出てきたんで、いっぱい出てきたんで、安心した。ね。奥の出てきた。こういう時どうするか。ちょっとこれ、出てきたんで、もうシグナルサイト出てきたかな。出てきてないね。本番だから。平気だね。こうぶつかれないね。あれにこう枠になった時にね。そこを見てて。ところ、こうやってないと。いっぱいにしとかないと。で、こうで上がってきてるから。ね。そういうシグナルが出ても落ちてないんだよね。これは負けだ。つながってるから、ここまでだとね、ここで打つわけですね。だけど、ここ離れがあるから、ここに打つんじゃないかな。で、ここでしょ。これは136ね。負けてるかもしれないね。これは、ここシグナルが出て、1個、2個で勝つんだろうね。ね。次離れる時だから、ここだろうね。ここで出てないからね。ここでも、わかんないんだけど、ここで。ここに置いての半分だからね。これどっちかというと、もうちょっと見やすくするために大きくした方がいいのかな。もう1.5倍かな。ちょっとちっちゃく見ようか。出てないね。で、